はい、皆さんこんばんは。さあ、本日もですね、悪夢のような日々でしたを続きやっていきたいと思います。前回は、解説も含めまして、デイ1からデイ4までやらせていただきました。で、ここからはですね、皆さんもルール分かったと思いますので、デイ5とデイ6ですね。デイ5、6か。こちらを初見でやっていきたいと思います。新しい何かが追加になると思うので、ここは私も緊張しながらやっていきましょう。もうルールは分かったよね。ルールが分からない方はぜひ前回のやつを読みていただきたいと思います。さあ、新要素は、どれだ？どれだ？これか。オス変異種エンプター。この種を検知中のセンサーは表示が0になり、Q も点滅しない。CPU 発射の時でも0になる。つまりは、クイーンがいようが、ルビウクがいようが、ゼロにしちゃう。だから、危険なのは、だから、クイーンがいてもゼロにしちゃうんだよね。ブレイカーと見たって、こう、ランダムではなく、すべて安全ですよっていうふうに出しちゃうんだ。こいつがいると。こいつ一体いんのか。とりあえず、この2体だね。ブレイカーとエンプターを先に見つけて殺さないと危険だね。はい。クイーンを殺してしまう可能性がワンチャンあるのがその2つか。とりあえず、まずは、ブレイカー対策のために2人ずつ、なんか偏ってんな、これ。こっち側に集中してるね。しんど。3か。2に行ける？あ、いけるね。22にしたいな。ブレーク CPU ぶっ壊されるのはうまくね。ああ3になっちゃった。あ、いったかな。222でいきましょう。はい、222。こっちか。人間を潰して、あんまナイトメア中はゆっくりしたくないんだけど。01。荒ぶってんな。04。これおかしいな。ブレーカーが入ってるかも。02？ あ？ちょっと待ってね。これ、あ、くそか。ブレーカーが入ってるやつは危ないよな。00にしてないから、これは大丈夫。OK。こっちはじゃあルビーク確定ってことか。なんかルビークいっぱいいるね。で、どっちかがブレイカー。で、02だから、どっちもルビークじゃない？え？なんか、これじゃね。00にするやつか、ランダムにするやつがいて、ランダムにするやつは多分ここ、絶対ここなので、2体しかいないのに4になるってことはないもんね。一回これちょっと、どっちか、これ多分、どっちかがブレイカーなんだけど、もしかしたらブレイカーってここ、表記をランダムにするから、クイーンの可能性もあるから危ないから、一回これ使っちゃいましょう、検証薬を。ブレーカーだ。よし。確定取った。もう片方が分かんないけどね。で、ブレーカーはもうやっちまいましょう。処刑する。よし。で、CPU を交換して。これラッキーだな。すぐブレーカー見つけられたな。交換して。これ、そうね。これも2体か、ルビーク確定じゃない？あ、これ、え？ 1、2、3、3体確定じゃないか、これ。でもまだいっぱいんだな。まあ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 。ブレイがいなくなった。これ、もう一回検査しても、する必要ねえか。そんなにいっぱいする必要ないのか。まあいいや。これがまだわかんない。不明ね。で、多分これ、ルビウク合ってると思う。じゃあ、こいつだけ一回再検査して、
うわ、いっぱいいんな。なんか うまい具合に行ったかな。でこいつは、まあ、再検査しても、あーこれいっぱい入っちゃってんな。そうね、こいつはもうルビウク分かってるからいいとして、ここが3になりゃいいんだよな。ちょっとこれみんなお互い引き寄せすぎだな。これルビウク、まあいっか、やっちゃおう。大丈夫、なんとかなるべ、なんとかなるって。でナイトメア、おおおお、不明に、ああれ人だね。00になってないから、ほう、はいはい、あんまりナイトメア中はできないね。02で、でこっちがルビークで、こっち人ですね。はい、でここが02、もう一匹どっちかにルビークがいるかも。00にならないから、え、なんかこれクイーンとか向こうに集中してんじゃないか、これ楽じゃない、もう終わっちゃうんじゃないかこれ。でここは、あ、01クイーンだ、どっちかがクイーンだ。クイーンと多分これ人になるのかな、00にならないからどっちかが、まあ、ここはだから手出さなければいい、だって別にもうクイーンには手出さなきゃいいんだからね。端から行きたいな、これ2で行った、2行ったね。そしたら人分かんなくなるのよ。次行きましょう。これ1になっちゃったか。これ 2?2 だね。この2。そして、ここは。もうルビーク確定してる。確定してるルビークはもう殺しちゃった方がいいかな。うわー、いっぱいになっちゃうな。まあ、寄せましょう。よし、よし、やろう。合ってんのかな、本当にね。超高速ね、だからもうルビークは確定で殺しちゃうね。検査結果だけ見れればいいだけだから。後で見れるのありがたいね。ここはまだ分かってない。で、これは人。で、こいつもルビウキだから。今のところルビウキはあと1匹分かってる。あと2探さなきゃいけない。ああ、来た。検査結果だ。00ですね、これ。人間、どっちも人かもしれないし、どっちかが、エンプターかもしれないんだ。これはちょっと怖いね。エンプターだとクイーンでもがいても表示が0になっちゃうので、ちょっとこれ怖いな。一応不明入れとこう。検査はしましたと、その数不明ですと。こいつを外してこっちもやってみようか。で次が
ゼロニークイーン、ゼロニークイーンだと、クイーンが2体いるか、プレグナントが1人いるかだな。まあプレグナントだろうな。クイーンかプレグナントだ。ここも触れなきゃいいね。ここも触れなきゃ、こことここが触れなきゃ、これ寄せちゃおうか。こいつらこっち側に引き寄せましょう。少しでも邪魔なので。よし、もうここの列はもう触んなってことにしようね。もう一回これ検査します。で これもゼロにくいんだ。でここも触れなきゃいいよね。なんか集まってくれるのは本当にありがてえな。クイーンが集まってくれてる。正確な数字が出せてないけど、そうか、まあ集まってるってことは、まあ検査しやすいかな。ここでもう一回検査するんで、こいつらが全くか。そうね、ゼロゼロにはならないで、これで次だ。そっちには、ああこれ近いな。2、これ真下のやつは検査に入らない、入ってるね。まあいっか、もう一回これやってみましょう。よいしょ。どんな手順でも勝てばいいんですよ。勝てばまずはルビキを殺しちゃおうか。うん、もっと効率にいい方法いくらでもあるだろうけどね、初見なので。許してちょ。あと2。03クイーン、03クイーン、クイーンとプレグナントが、俺この中にいるかもしんないんだよクイーン候補はあるんだよね。この中にいるかもしれないのか。ちょっと待ってね、ちょっと待って、こいつだけちょっと調べていい？でここだな。でこいつらはもう03クイーン、00、どこに00のやつがいるんだろう。ちょっと分かんなくなってきたな。こいつ単体を調べるのと、ちょっと待って、ここも近くに寄せよう。こいつ単体、こいつ単体でクイーンでしょ。でこう不明ルビュークもいるんだっけ。こっちは人だもんね。クイーンを外して、こっちどっちか一体だけ、どっちか一体だけにしたい。これでいいかな。わけわからなくなってきちゃったぞどっちかいるかな。やっぱいるね。こっちルビーから、おお、いた、あべ、びっくりして殺しちゃった。まあこれルビークでしょ。あと1。これは人です。ルビークここに集合して、クイーンが向こうに集合しての、はあ、これ普通に人なのかな勝ち申したね。ゼロゼロのやつやらんでも、これどっちかですね。た
多分ね、そのこの中にあれがいるかな。エンプターがいたかもしれない。うん、もうこれ検索使っちゃえば分かっちゃう。ほい、人、こっちだ。じゃあこれで勝ちですね、一応。まあなんかすごく運が良くて、あ、いやー、マジか。この間俺人釣れないんですよね。逃げ回らなきゃいけない。いって、食らっちゃった食らっちゃったな。まあでも食らっちゃったけど大丈夫、ライフはまだ2ある。終わりすげえラッキーだったな。なんかクイーンが固まってたな。であとルビークも固まってたので、はい、じゃあ最終日いきます。デイ6ですね。デイ6いきます。はい、じゃあデイ6やっていきます。今回の新しい要素はランダマイザーかな。この際検知中センサーを CPU が破損したようになったと思う。検知中のみで CPU 交換は必要ないという。ブレーカーみたいになるんだけど、CPU 破損しないし、あれか、CPU も交換しなくていいってことだよね。まあ、ブレーカーの劣化版みたいな感じか。はい、じゃあやってきますが、これは2ずつやっていくか。2ずつやっていく。まあ、近いとこからやっていこう。これなんか、いっぱい引っ張っちゃいそうだね。ブレーカーすぐ見つければ楽だろうな、多分な。よし。00。02クイーン。01。まあ、ランダマイザーとかブレーカーじゃなければこれは大丈夫なんだけど。ランダマイザーだって。危なっ。ランダマイザーだ。じゃあここの数字は正解ではなかったってことだね。不明なんだ。危なっ。もう一回検査した方がいいね。02クイーン。プレグなんとかクイーンか。不明ですね、これね。クイーン1、ルビーク1の可能性もあるし、クイーン2の可能性もあるね。ちょっとは、ここも。これ、00って、00のやつが出る可能性あるんだよな。ちょっと危ないね、これは。また、あそこ不明入れとこうか。不明入れとこう。で、何人いってるこれ、2やってる。こいつもう一回やりましょう。CPU 壊れてないと思うけど。いや、これ、02クイーン、危ないか。ランダマイザーとか、このブレーカーの可能性なんだよな。2かな。よし、ブレーカーわかんねえな。00。まあこれ多分人だ。あんまりナイトメアでいる時間長くない方がいいよね、多分。00。00。こいつも00、あいつも00。00にするやついるよね。それが怖いんだよな。まあどっちかだよな。本当に人かもしれんし。で、もう一つは、これは01。ランダマイズじゃなければいいよな。もう一回検査すればいい。クイーンって出ないから多分ブレーカーじゃないと思うんだよね。だから、もう一回検査するか。
もう一回検査するか。ここ再検査、これいくら再検査しても一緒だよね。ここいらちょっとくっつきすぎちゃってる。例えばここ全部やった時に全部00は確かにありえないから、どっかに変なのが混じってる可能性あるね。あの00にするやつが混じってるから、これはもう一回再検査して、00か、よいしょ。1もできるのか。1確定取れるがいいね。これ4、まあやってみよっか。なるべく少ない回数で行った方がいい。これ00おかしいね。あれ2ついちゃってるな。まあいいや、00であることあるか。ルビック買って、こんだけしといて全部00って、00にするやつがいるんじゃないかな。こっち多分人かな。人。00か。いやー、これどうしよう。ここ2人も00でしょ？ここ2人も00になっちゃう。どれに混じってんだか分かんないぞ、これ。うまーく、うまーく。3か、これ。そしたらこいつが分かるな。こいつら全部00になっちゃうから、なわけないんだよね。でこいつは人でしょ？あそこをうまく分けないとね、まずいな。まあ、これでこいつが確定取れるのか。こいつクイーンだ。クイーン確定。一人で検査した結果、クイーン確定ですね。クイーン。まあ、ランザーマイダーだったら、そうはいかないんだけどね。そう、ランザーマイダー、いや。やってみようか。まあ、次こいつ釣ります。人釣ります。人じゃない方がいいんだけど。人釣っちゃって、この時間を短くしつつ。リン。さあ引き寄せた結果。やっ、あ、03。03？こっちの2人が怪しいか。急に3にボケたな。ランダマイザーがいるんだな。ランダマイザーと、こいつ、エンプターが多分混じってんだね。こいつ分けたんだよね。こいつちょっと見てもいい。いや、こいつだけ検査すればいいね。いや、00になっちゃうのか、そうすると。どうやってやればいいかな。2人でもう1回の。で、こいつでもう1回、1人かな。03クイーン。プレグラントの不明かな。クイーンの不明でもあるかもしれない。ここちょっと厄介だな。どうしようかな。こいつだけ一回チェックしてみっか。これ02。まあこれは。もう一回検査してルビーク、同じものが出ればルビークかな。その3クイーン。ブレーカーの可能性もあるんだよな。これもう CPU ぶっ壊れてる、もしかして。いや、わかんないよな。ちょ、もう一回やっていい？
不明。00。00にするな。本当に00かも。あえて釣ってみるか。まあだから、クイーンじゃないと思うのよ。人だったな。人だったね。もう00。この中にあれが混じってる。ランダマイザーか00のやつが。あ、00だってこっちかな。ランダマイザーか。これは、あ？ここ合ってるね。ここルビュークだ。もうルビュークをこれ確定で2体やっちゃいましょう。これもクイーン確定なんだね。この塊をなんとかせんとな。塊を今度はこいつを確定取るわ。取るかどうか分かんないけど。でこれはもう00、これ分かんないな。チピぶっ壊れてっかな。チピもう壊れちゃってるかもしんないね。よし、強気に行こう。04クイーン、これバグってんね、ここね。00、これやっても大丈夫だろう。人であることは間違いない。エンプター、よっしゃ、見つけた。これでもう00問題は解決で、ここに多分ブレーカーかなんかが混じってるかも。ってことはもうぶっ壊れてんな、 CPU が。03クイーンも変わんないままだね。じゃあこれも確定だ。これ CPU ぶっ壊れてるかも。CPU ぶっ壊れてんな。ちょっと待って、これはもうこれ検査薬使うべきでしょ。ランダマイザーがいたか。でもクイーンが出てるから多分ね、ブレーカーもいるんじゃないかな。次ちょっとランダマイザーを釣ってみるか。もうこいつは多分人確定かな。いや確定だな。あ、いや分かんないんだ。あいつった。こことここでやってみようか。こことここでやって、でここのランダマイザーを釣って、CPU がぶっ壊れてる可能性あるからな。これでちょっと02クイーンは変わらないもの、03クイーンは変わらないもので、こいつらもう殺しちゃっていいんだよね。よし、殺しちゃったら殺しちゃっていいんだよね。ルビーク先やった方がいいかな。まあいいや、ランダムライザー殺します。うん、確定取ったとして問題はブレーカーだよな。ランダムマイザー消えた、あとブレーカーさえやれば。01？ これもう一回やっていい？これ CPU ぶっ壊れてんのか。ランダムマイザー外したから正確な数字が出たのか、これ。それともブレーカーがいるのか。これ02クイーンか。これプレグラントじゃないかな。わかんない。これはちょっと後で検査しよう。03クイーン、いやこれ分かりづらいな。ブレーカーの発見が最優先だな。どうするのかな。これルビーク1個確定してるから、こいつだけ調べるか。あー、そっか、
クイーンの可能性があるんだよな。ちょっと待って、なんか分かんなかったな。これ01のままだよね。じゃあこれ合ってるわ。もうブレーカーは分かんないけど、でこっちは人だ、人で、これゼロにクイーンのままか。正確な数字が出てるかどうか分かんない。03クイーン、うわーブレーカーどこにいんだろう。03クイーン分かんないな。こいつらだけいけるかな。34、どっかにブレーカーがいれば。クイーンのこれも一人だけにして、うん、確定が取れるね。この集まってる方どうするかな。ここをもう一回やるか。クイーンの可能性がある。クイーンさん、これルビューク2人やっちゃおう。つかもうルビューク2人をやってしまおう。よし、真ん中にブレーカーいるような気がするな。あと1匹ルビークを探し出せばいいんでしょ。あとこれ、あと2匹か。02になったな。これちょっとここおかしいかもね。03クイーン、これがで、こっちが00、これ人だ。でこっちがプレグラントだ。プレグラントは強そう、強そうない。これもプレグラント、こいつも人で、こっちだけ調べたいな。うん、そうね。あ、引っかかっちゃうか。そうだよな。行けっかな。あ、行くか。ここ多分ね、これ入れちゃうとまずいかも。しかもあれだ、1か8かブレーカーいるかどうか調べてみよう。こいつ分かんないな。ここにいるんじゃねえかな。これクイーンだ、危ねえ。使い切っちゃえ。人クイーン、人クイーン人だから、これでこいつが分かるね。でこいつは人、ルビュークだからこれも分かるね。よし、あんまりなんかわけわかんなくなっちゃったね、本当にね。まずルビューク言ったらやっちゃって、こっちはルビューク、危ねえ。早くやっちゃえばよかった。あと1だもんね、どっちにしようね。ゼロにクイーン、これプレグラントか。03、ああこれぶっ壊れてるわ。クイーンがいるし人がいるし、なのにこれほら03になってる。これブレーカーいますね。ってことは分かってるの、こいつがブレーカーですね。ね、検査結果でぶっ壊れてるから、じゃあこれでもう釣らずに打ち殺しましょうか。お前がブレーカー。
ゃああとルビーク1匹見つけ出せば勝ちか。よしで、こいつは引きと、これもこいつは不要。この辺がクイーン、クイーン、もう正確な数字が出るからこれプレグランでしょ。これ不明を調べた、一人調べて、こいつは絶対クイーンなので、まあいっか、こいつはもうクイーンって分かってるからいいとしてするでしょ。分かってないのがこれプレ不明か、これがプレグラントか、プレグラント確定、プレグラント確定、人確定、人確定、プレグラント確定、クイーン確定、プレグラント確定。この辺がちょっとわけわかんねえんだな。でこいつはこれが確定してるから、これ2つはい、かぶっちゃってるけど、こっちとかぶせるよりかマシなので、これを検査して、で次こいつですね。プレグランドいくついっちゃってるこれ、ちょ邪魔だな。プレグランド ちっちゃえばいいんだよな。でこれもプレグランド分かってるから、こいつはもういいとしましょう。こいつが測るために、そうだね、2クイーンは確定するからそこで分かるね。でこれもそうだね、これめっちゃくちゃ引っ張っちゃうな。ここでいこうか、これもクイーン1か確定するからこっちが分かるね。よし行こう。まずはもう一つ釣っちゃって、あーくそ、もうこれやっちゃうと、そうだね、ダメージ受けた方が早いね。人人人人人人、あんまり長くやってるとこれになっちゃうんだよね。人釣っちゃって、これで確定取りましょう。03クイーンだからクイーンとルビュークかな、これそうね、クイーンとルビュークじゃないと計算合わないもんね。これでいけるかな。01クイーン01、これかな、これなんか表記ミスでクイーンにしちゃってるかもしれない、間違えてプレグラントをルビュークか。 OK ちょっと一回途中で混乱しちゃった。ああなんとかクリアしたな。すいません、ちょっと途中で間違えて今クイーンにしちゃってたね、あれと思ったら、はい無事に、6までクリアしました。で7はこれ10に選べるやつなんで、まあこれおまけだと思います。はい、やっぱブレイカーとか混じるのとさ、ランザバウト、ランザなんだっけこれ入ってくると本当わけわかんなくなるね。まあなんとかクリアできましたけども、もうちょっとあの効率よければいいと思います。で例えば人ばっか釣ったりとかして、その回数釣る回数を多くしちゃうと、その分だけあのなんだっけ、しばらく敵のターンになるナイトメアのあのモードが入っちゃうので、なるべくルビュークを先にどんどん釣って、クリアした方がいいってことですね。時間をかければかけるほどしんどくなるって感じだと思います。はい、非常にこれ、カスタムマッチもできるし、なかなか癖になると思いますので、ぜひね、Steam の方に、販売中でございますので、ぜひ遊んでみてください。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。